こんにちは、みえこです。今日もアプリケのパターンを作ったので作り方をご紹介します。今回はピンク色でこんなバラのパターンを作ってみました。たくさん集めるとこんな豪華なパターンにもなるんですよ。それでは作り方をご紹介します。32cm×32cm の土台布を用意します。3つに畳んで印をつけておきます。そしてこの位置を目印に葉っぱをつけます。葉っぱのつけ方は1回目のアプリケのパターンに詳しく説明してあるので、そちらの動画を見てくださいね。縦横の方向に葉を2枚ずつつけます。今度はお花の部分の作り方のご紹介です。斜めの方向に布を置いて8センチの幅で布を切ります。耳は切り落としてくださいね。切り方ですが、長い布でこのように切った時は端から30センチぐらいのところを斜めにカットします。そして20センチぐらいのところをカットします。角はこのように三角形に切っておきます。次は15センチぐらいに切っておきます。このように布を切ります。広げるとこんな形になっています。この3種類の布でお花を作ります。端から大きな運針で縫っていきます。 7、8ミリの運針で大きく縫います。いつも細かく縫っていると慣れないのでやりづらいですけど、大きく縫います。5ミリぐらいの縫い代で2枚合わせて縫います。端まで縫います。最後まで縫い進めたら糸を引いて半分ぐらいの長さにします。縫い始めのところからくるくるこのように巻いていきます。そして一番最後まで巻いたら糸を引きます。そしてこの布の切れ端の部分をほつれてこないようにしっかりと留めます。ここはほつれやすいところなので何度も糸を通してしっかりと留めます。このようにできたら中に指を入れて少し広げます。ふっくらとした花に仕上がるように指を入れて広げて、そして糸を切ります。中ぐらいの大きさの花も同じ方法で最後まで縫って、そして同じように端から布をくるくる巻いて花の形に仕上げます。最後まで巻いたら同じように玉留めをしてこのように3種類作ります。一番小さいのはつぼみです。そして土台布の上に並べますが、縫っている時に楽しくなってたくさんこのように並べてみました。豪華なパターンができると思ったんですが、これはちょっと豪華すぎたので
1枚だけこのパターンを作るときはこのようにたくさん並べると豪華なパターンができておすすめですよ。このまま額に入れて飾ってもいいですね。それでは今回は他のパターンに合わせて花の数を減らします。このようにリースの形に花の個数を減らしました。そして1個ずつ縫い始めます。仕上がりを予想して並べるのを忘れないでくださいね。最初の一つは外側の花から縫い付けます。花の色と同じ色の糸を使うと目立たなくておすすめですよ。端から大きな運針で留めます。あまり細かく縫うと花が潰れてしまうので少し大きめの運針で縫うときれいに仕上がります。そして縫い進めるときはひだの間に縫い目が隠れるように縫っていきます。布の折った端はなるべく縫わないで端から少し離れたところを縫い進めていきます。花の形を整えながら一周縫います。裏はこのようにできます。そして隣の花も縫い付けます。布の切り端が中に隠れるように縫い留めていきます。白い花と同じように少し大きな運針で土台布に縫い留めていきます。布を回しながら縫い付けるとやりやすいと思います。そして縫った針目が見えなくなるように中に隠しながら縫い付けます。一周縫い留めて糸を切ります。花の色と同じ糸で縫うことを忘れないでくださいね。外側から順に花を縫い付けていって位置を確認しながら置いたら針で留めて縫い留めていきます。隣の4個の花も縫い留めます。最後の4個も同じ要領で縫い留めます。これはとっても簡単なお花のパターンなんですよ。ぜひ作ってみてくださいね。簡単なんですけどすごく豪華に見えてすごくおすすめのパターンです。裏はこのようになっています。完成しました。
今回4回目なので最初の赤いお花、そして2回目のオレンジと黄色の花、そして前回作ったブルーの小さい花、今回作ったピンクのちょっと豪華な花、合計4枚のパターンができました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。